ビリー・バットは、米国の作家ハーマン・メルビルの遺作の中編小説、未完成。1924年に、英国で出版された。英国の戦艦に徴用された、ビリー・バットが、他の水兵の陰謀に巻き込まれて、船長により死刑になる様を描いている。小説、ビリー・バットを主題にした作品としては、1949年には、ルイス・オーコックスなどによる劇が作られ、 これは1951年にブロードウェイでも上演された。またベンジャミン・ブリテンによるオペラは1951年初演、さらに映画化は1962年で、ピーター・ユスティノフ監督作の奴隷戦艦である。ハーマン・メルビル、ビリー・バッド・コックスはブロードウェイ上演の年に演劇人が選ぶドナルドソン賞と批評家の選ぶアウター・クリティクス・サークル賞を受賞。 いずれも新設されて間もなかった。オペラ、ビリー・バッド、メトロポリタン・オペラ、2014年11月7日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年6月8日閲覧、映画、奴隷戦艦、ユスティヌフ監督、2021年3月2日閲覧、ありがとうございます。